水は山から川を流れ海へ、そして雨となりまた山へ注ぐ。この水の流れは平野部を潤し、町が生まれ、河口には港が作られ、人々の生活が築かれてきました。しかし産業技術の発展とともに、水の流れとは別に鉄道や道路といった効率重視の経済発展を遂げ、環境破壊をしてきました。今失われつつある上流域の生活文化を改めて見つめ直すことで、地域の活性化に取り組んでいる町があります。山梨県西部、南アルプスの麓にある早川町。富士川の支流、早川流域の町で面積の 96% を森林が占める、人口1500人足らずの日本一人口の少ない町です。平成の大合併でいち早く合併をしないことを表明し、自立の道を模索しています。NPO 日本上流文化圏研究所は、早川上流地域の昔からの生活文化や地域資源などを調査研究することで、町の活性化に取り組んでいるシンクタンクです。上流圏はですね、もともと早川町役場が、平成8年に作った組織です。早川町の総合計画が日本上流文化圏構想といいまして、その川の上流域の生活文化をしっかり守って町づくりをしていこうという考え方をしているんですけども、それを中心になってこうやっていく、実践していく組織ということで作られたものです。現在日本上流文化圏研究所では、町の風土や歴史を紹介し、また後世に伝えることを目的としたガイドブックの作成を行っています。この日は東京電力早川第一発電所を訪れました。早川町では早川の豊富な水と山間部という特性を生かし、大正時代から水力発電が盛んに行われてきた歴史があります。普段は一般の人が立ち入ることのできない貯水池などの管理区域にも、東京電力の職員さんの案内のもと、自分たちの目と足でまだ知らない地域の歴史の調査を行いました。もうその目の真下が小原島ですよね。こっち戻ってきてください。貯水池から少し山を下ったところにある祠。これは発電所建設当時、事故など災害からの無事を祈り建てられたものだそうです。年を取ってるからね、長い道のりを歩くってことは大変ですけれども、まあ置いてあるとはいえども自分自身の勉強にもなりますね。で住んでる郷土をこう再認識するというか、うっかりしていたことが、この集落にはこんないいとこがあったんだな、こういう貴重な箇所もあったんだなというふうなことで、改めてこう地域の良さを知らされましたね。後世の人たちに地域の歴史を残すと、もう言えると思いますので、我々の時代にこういう苦労したというようなことが、また後輩の人たちに分かってもらえばありがたいなと思いますね。普段は静かな集落、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている赤沢集落。ここにはお昼の営業時間になるといっぱいになるお蕎麦屋さん、そばどころ武蔵屋があります。このお蕎麦屋さんは日本上流文化圏研究所の
あなたのやる気応援事業によって生まれました。あなたのやる気応援事業は、住民から地域資源の活用アイデアを募集し、資金を助成するというもの。古くから赤沢集落は身延山の参詣客の通り道で蕎麦が振る舞われていた歴史があり、それを現代に復活させたのがこの蕎麦処武蔵屋です。こんなところだけども、あの店開けてればお客さんがね、何人でもいらしてくださるっていうのはやっぱりありがたいことでね。本当にあの過疎で子供はいないし、人が歩くなんてことはあんまりないじゃないですか。そんなにお金になるわけじゃないけども、みんなね、今日の食材もほとんどみんな持ち寄りで、あのやってます。だからね、あのなんていうのか、みんな同じ気持ちでね、もう儲けようっていう、商いをしようっていうあれじゃないのね。やっぱりここを活性化させるためには何かを起こさなければアクションね。でそういうところで、まずここがもっともっと、きっと何軒も蕎麦屋さんが出ればいいかもしれないけどね、やる人がね。他にもあなたのやる気応援事業では、使わず荒れていた農地をブルーベリー園にしたグループなどがあり、少しずつ事業が形になっています。平成14年頃、あの家がね、もう出ていた。そこの前がね、荒れていて、はい、そしてね、こうなんか木があったり、かやもあったり、あの荒れていて、荒れた土地だって。ここはじゃあ見た目も悪いしね、景観も悪いから、こっち何を作るかということで、消毒、ブドウは消毒があるし、だから長荷が一番いいかなっていうようなことで、じゃあブルーベリーはどうかな、今ちょっとブームになり始めてるからっていうことで、それが最初のやる気事業へ申し込んで、じゃあブルーベリーをやるっていう、そういうことが最初のきっかけ。日本上流文化圏研究所の地域活性化の取り組みは、資金の助成だけにはとどまりません。早川サポーターズクラブを開設し、年会費の半分を町づくり活動に充てるとともに、クラブ会員には名産品や早川の情報誌の送付、町外に早川の魅力を知ってもらいつつ、人と人との交流を促進する活動も行っています。早川サポーターズクラブでは、山だらけツアーという町内の観光ツアーを募集しています。日本上流文化圏研究所のスタッフや町の住民がガイドを務め、早川の町の歴史や文化を紹介していきます。あれ蜂の巣だ。蜂の巣でした。この日行われた金山見学ツアーにも、県内外から15人が集まりました。こうっていうところの、こういう人たちが儲かったでしょうね、この頃はね。行動から出してくれます。そうですね、これに石を積んで、あの尾根をかなり上まで、あの辺まで登ってね、それを横でずっと行ったところに吉見杉になります。また県内外の子どもたちに早川の自然や暮らしを体験してもらう場として、早川の地域を生かしたサマーキャンプも行っています。自然の川の川歩きや魚のつかみ取りなども、川の上流という地理を生かした早川町ならではのイベントです。捕まえた、捕まえた、お、岩手取りだぞ、岩手取りだぞ。そして町の活性化に大学生のアイデアを取り入れているのも上流文化圏研究所の特徴です。都市部の学生を受け入れる地域づくりインターンや学生研究員の授業などが行われています。アメハタスズリで有名なアメハタ地区にある検証庵、スズリの歴史や実物などが展示されており、スズリのことが分かる博物館です。ここには東京の大学から2人の学生が訪れ、
調査研究を行いました。この博物館を活性化するためにはどうすればいいかを地域全体のことを考えながら進めていくのが2人の研究テーマです。日本上流文化圏研究所は作業場所の提供や調査研究方法に関するアドバイス、地域住民への仲介など学生の調査研究を幅広くバックアップしています。基本僕が学生の時に早川町に来てすごくその早川町の皆さんに育てられたというか、学生の身分でありながらこういろんなこともやらせてもらってすごくいい体験をさせてもらって、自分自身もすごく成長できたっていう思いがあって、やっぱそういうものをこう後に続く若い人たちにもぜひこう体験させてあげたいなという思いで学生をすごく受け入れてます。で、まあ、実際にその学生は、まあ、自分の勉強になるっていうことが一番重要なので、まあ、そういうモチベーションだけで地域に何回も足を運んでくれるし、本当にこう親身になって町民の皆さんとか早川町のためにこういろいろ考えたり動いたりしてくれるので、すごく、いろんな活動をする上で、ありがたい存在ですね。地域の人たちと話し現場を経験する、直接地域を肌で感じた学生は問題も深く感じ取ったようです。その個人個人が生き生きしてても、そのなんか人との関わりの中でいろいろな問題や、その、まあ、この建物に関してもそうかもしれないですけど、その一つ一つの問題がたくさんそのあるのをうまく整理しきれてない感じがあって、そのいくら個人がやる気があったりしても、なんかそれが一概にうまく運んでるとは言えない現状かなっていう認識を持ちました。ただの一学生なのに、それなのにやっぱり自分たちの地域で生活してるっていう大事なことを任せてくれてる。で、しかも上流圏の方はそれに対してやっぱり熱くこうした方がいいんじゃないかって、なんて言うんだろう、討論ちゃんとしてくれるし、地域の方は地域の方でやっぱり期待してくれるので、聞きたいこともいろんなことを教えてくださるので、やっぱり一学生に対してはすごいいろんな信頼や責任がすごい重なってるなっていうのがあって、だからその分やりがいはあることをやってるなって思います。早川町の人口は1431人、年々減少する人口とともに町の問題になっているのが空き家の問題です。日本上流文化圏研究所は学生研究員とともにこの課題の解決にあたり、町内全域にある空き家の把握や管理状況、活用方針などの調査を行いました。その調査結果は現在移住者の受け入れに対する大事な資料として生かされています。まあやっぱり僕らが一番大事にしているのは、その地域の良さをいかに守っていくかっていうところなので、まあそれぞれの地域、自分たちの、地域の歴史とか文化とか、まあ、そういうものが、まあ、歴史的な背景とかそういうものがあると思いますんで、まあ、そういうものをしっかりこう発掘してそれを生かしていく方向でまちづくりを考えていくっていうのが一番じゃないかなと思います。まあ、外部の力っていうのもね、やっぱり必要な時も出てくるんで、あんまりこう自分たちだけで何でもやろうとするんじゃなくて、まあ、いろんな力を借りて外にこう応援団みたいなのをね、こう作っていくっていうこともすごく大事かなと思ってます。日本上流文化圏研究所はこれまでの活動が評価され、平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。地域の歴史文化を再確認し、地域の外の人たちにも地域のことを知ってもらう、それらの活動は人々のつながりを広げ豊かな地域づくりにつながっています。